南極地図。マック・ロバートソンランドは、図の右上方、大陸に切り込んだ湾を埋めるエイマリーアイスシェルフの上に記されている。マック・ロバートソンランドは、南極にある地域の名称。南極大陸東部、インド洋の方向にあたる地域である。九百二十九年から九百三十一年に、かけてこの地を探検した、ダグラス・モーソン率いるイギリス・オーストラリア・ニュージーランド。 南極調査探検隊によって探検の支援者であったマクファーソン・ドバート・ソン・キョウの名が付けられた。南極研究科学委員会がまとめた各国による指名故障によればアメリカ合衆国がマック・ロバート・ソン・ラント、オーストラリアがマック・ロバート・ソン・ラント、ロシアがマクロバート・ソン・ラントと,としてそれぞれこの地域を地図に記載している。マクファーソン・ドバート・ソン教は・キョウは チョコレート王と呼ばれたメルボルンの実業家である。彼は1934年に行われた長距離飛行機レースマックロバートソンエアレースにも名を残している。モーソン基地アメリカ地質調査所の地名情報システムでは西はウィリアムス・コースビー・ベイから東はケープ・ダーンリーに至る海岸、すなわち統計59度34分から統計69度30分に かけての範囲の海岸の南に広がる陸地で、東部に、プリンス・チャールズ・マウンテンズを含む一帯を、マック・ロバートソンランドと定義している。おおよそ、インド洋側で大陸に切り込んだ湾を埋めるアメリー、棚氷の西側の地域にあたる。別の定義によれば、統計60度から統計73度にかけての範囲が、マック・ロバートソンランドとされる。テンプランドの東、プリンセス。 エリザベスランドの西にあたり、アメリータナゴーリを含む、オーストラリアがオーストラリア南極領土として領有を主張している。ただし、南極条約によって南極における領有権は凍結されている。ケープ・ブルースのモーソン、大英帝国による領有を宣言している。この地域は1929年12月31日、 ダグラス・モーソン率いるイギリス・オーストラリア・ニュージーランド南極調査探検隊によって空から発見された。1930年から1931年にかけてスカリン・モノリスやケープ・ブルースに上陸が行われ、大まかな状況が明らかにされた。1947年のハイジャンプ作戦によってより詳細なことがわかるようになった。1954年、 オーストラリアの最初の高級観測基地であるモーソン基地が開設された。この基地は東南極で最初の高級観測基地でもある。1970年初めよりソビート連邦の南極体験隊がこの地の調査を行いソドリュースストボ基地を建設した。ありがとうございます。